はい、どうもなぎです。今回はちょっとスプラトゥーンの映像とは全く関係ないことなんですけども、任天堂東京っていう、今週金曜日にオープンする任天堂直営店の、グッズとかが売ってるお店が開店するので、ちょっとその情報をね、みんなと共有していけたらいいなって思ってます。こんな感じで、スプラトゥーンの映像に何かを差し込むっていうのはちょっと久しぶりなので、全然何話していいのか思いつかないんですけど、まあ、今回はこの任天堂東京でどんなグッズが出るのかとかみんなと見ていけたらいいなって思います。で、まずなんですけど、今週金曜日だから何日だろう、11月22日だ、22日にグランドオープン、まあ、僕初日からちょっと狙って、はい、行こうと思ってます。渋谷にあるらしいからさ、まあアクセスもいいし、若者が集う街にね、できましたね。で、スプラトゥーンのグッズなんですけど、ちょっと渋谷っぽいね、グッズがあるんですよ。これ見てください。渋谷の交差点を、なんか、イメージした、まあ、スプラトゥーンのグッズなんですけど、スプラトゥーンのイカちゃんに交差点の背景が、ちゃんと映っております。ちょっと可愛らしい。スプラトゥーンでもともとデザインが、ポップな感じで、ね、ストリート系なので、ストリート系が好きな人とかは、めちゃくちゃ、欲しがるんじゃないかなとは思ってるんですけど、あとこれだね、ニットキャップ、ロンティ、メッセンジャーバッグ、スケーターっぽいこの服装、もう全部、まあ全部かっこいいわ。欲しいわ。欲しいよこれ全部。全部欲しい。全部欲しいけど全部買ったら生活できなくなっちゃうけど、全部欲しい。安いので言ったらこれか、キーホルダーとか、あと缶コレクション、プチ缶コレクションのカラフルラムね、これお菓子かな。お菓子に、イカちゃんがデザインされてたら、お、これいいじゃん。あと内装ですね。内装自体、自分直接見たわけじゃなくて、写真で見た感想なんですけど、まあ、広い。まあ、広いから、まあ、結構いろんな人来ると思うんですよ。最初のグランドオープンとか特に。広いから、まあ、通路とかは狭くなっちゃうかもしれないけど、なんか、だいたい開けてるので、そんなぶつかることもなく、見れるんじゃないかなと思います。別に買わなくても、なんか中で見る、ウィンドショッピングで楽しめたりするんじゃないかな。まあ、お店的には買った方がいいのかもしれないけど、まあ、自分はちょっと金曜日に買いに行こうかなとは思ってます。初日からね、行ったっていう実績が欲しいですね。初日に行ったんだよって。友達に自慢で、自慢できる友達いなかった。まあ、てな感じで、はい、東京、任天堂東京っていうのが渋谷にオープンするみたいです。まあ、渋谷、まあ、日本の中心にあるので、もし、東京に来た人とか、ね、ふらーっとね、遊びに行けたら、面白いんじゃないかなとは思います。ということで、今回はこの辺にしておきます。お疲れ様でした。